ャイナショックが起こんじゃねえかってみんなわってなったんだけど一瞬全然起こんなくて、それぐらい仕組みとしてすごく強いんだなってことがより分かった。だけど面白いのは中国って規制しても意味がないこと知ってるんですよね。なかなか難しいところが、ね、いやもちろんね、そのデジタル化が進めればいろんなところが効率化して、はい、まあ、そこはいい方向に行くと思うんですけど、ただ一方で、まあ、これいろんな議論があると思うんですけど、なんかデジタル化が進むとその分ね電気の消費量も増えるから、そこの部分の電力不足との関係どうするのかなみたいなところもありますし、まあ元々ね、うん、その日本とか他の先進国に比べるとインフラが整ってなかった分、うん、デジタル化が容易だったって部分はすごくありますよね。だからすごいですよ、アリペイとかウィーチャットペイとかないと生活できないですもん。なかなか口座開けなくて大変なんですよね、外国人。外国人が旅行に行くと口座簡単に開けないし、なんか上限額とかあったりとかしてややこしいんですよね。なんか中国の銀行の口座持ってないと作れなかったりとか、いろいろあって、中国の友達に一回送って自分に送ってもらうとか、なんかいろいろややこしいことやんないと、まあ僕は使えるようになりましたけど、でも大変だったなっていうのはあるんだけれども、その電子マネーの普及とかはやばいし、飲食店とかみんなあのタブレットでモバイルオーダーになってるし、デリバリーもすごいし、中国って多分1回でもあの Uber みたいなオンラインデリバリーを使ったことある人 7,8 割ぐらいいるんですよ。日本って多分ねまだ 2割とか3割とか多分、中国はそれがすごい普通になってきてるっていうのが、まあだから庶民の生活でもそうだし、まあデジタル RMB が出てくると、その企業間取引とかも B2B の取引とかももうどん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 デジタル化が進んで、その紙の台帳とか未だにファックスを使ってる日本とかは業務の効率でやっぱり全然負けちゃうよねっていうふうにはなってくると思いますね。だから生産性は上がると思うんですけど、だから生産性が上がった分がその経済力になってくるっていう部分はあるけれども、まあ先ほどのまあ電力問題もそうだし、ただ電力はまた要は一党独裁なんで、まあ足りねえと思ったらゴリゴリ作ってくるのは間違いないし、デジタル RMB もゴリゴリ進めていくと思うんで、もうなんなら世界で初めて紙の紙幣を廃止するかもしれないし、まあより規制を し始めてるのはデジタル RMB に移行させたいからです、ね、そもそもビットコインに始まる仮想通貨というか、まあ暗号通貨ですね、クリプトって言われるクリプトカレンシーっていうのはどういうアイデアで生まれたかっていうと、まあ、僕もインターネットに初めて触れた時にこれはお金の流通にめちゃくちゃ向いてるなと思ったわけですよ、金融取引に。だから金融取引が全部デジタル上でできるようになれば、 だから例えばライブドア株をめちゃくちゃ分割して通貨のように使えるようにしようとか、それもなんかいろ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 問題はあったけれども、証券だってほふりでね、そのデジタル化されてるし、ネット証券はいっぱいもう当時からあったわけだから、これ完全にネット取引になったら別に株価なんてね、あの小数点以下でもいいわけじゃないですか、 1.345 円とかでも別に取引できるわけですよ、理論上は。っていうことをやろうとしたらいろいろちょっと反発を食らってましたよね。でもそれはなぜかっていうと、株式も通貨も中央集権的なものだし、そもそも通貨発行権というのは国家主権の非常に大きな部分を占めるものなんですよね。だから皆さん独自の通貨を持ちたがるが、発展途上国あるいは経済が弱い国というのは自国の通貨が事実上自国で流通してなかったりする。例えば20年ぐらい前に僕はあのモンゴル行ったんですけど、モンゴルっていうのはトゥグルグっていうのが自国通貨なんですけど、みんなトゥグルグなんか使わずに米ドルを使ってたわけですけど、今はちょっともうちょっとトゥグルグ使ってますけど、つまり通貨発行権を奪う行為、つまり主権国家主権を侵害する行為なんですよね。極論すると偽札を作るのに近い行為なんで、実はすごい規制がこれまで何回も何回も、まあ、僕たちのライブドア株の分割とかも含めてですけど、国家から激しい規制を受けてくるんですよ。デジタル通貨を作ろうとしたいろんな屍の上に実はビットコインってアイデアが生まれたんです。でビットコインっては素晴らしい仕組みで完全にその分散化しちゃったんですよ。で分散化台帳ってブロックチェーンっていう仕組みを作って、自律的にその本物と偽物を区別するような多数決でこっちが本物のブロックチェーンだよっていうのが決まる仕組みを作っちゃって、自律的に動かしてディーセントラライズとって言うんですけど、ディーセントラライズの仕組み作ったんで、それはもう国家主権に、まあ、偽札を作ると一緒ですよ。
もう中国だったら 即死刑ですよ、みたいなことなんですよ。でも死刑にする人がいないわけですよ。サトシ・ナカモトっていう架空の人物が立てられてるんで、サトシ・ナカモトはどこにいるんだみたいな、サトシ・ナカモトを吊るし上げたら終わるのか、終わらないよね、もうあるからそこに。だからそれは中国にとっては非常な脅威ですよ。だけど面白いのは、中国って規制しても意味がないことを知ってるんですよね。だから実際規制したじゃないですか、ビットコイン。規制したけど、ビットコインの対その現実通貨リアルマネーとのその通貨レートが一旦一瞬下がったけど、また盛り返した。だからなんかチャイナショックが起こるんじゃねえかってみんなわーってなったんだけど、一瞬全然起こんなくて、あ、それぐらいすごい強いんだな、仕組みとしてすごくその強いんだなってことがより分かった。でそれは多分中国政府は一番知ってる。だからデジタル人民元を頑張った方がいい、ね、つまりデジタル人民元の方がビットコインより便利だよねとか上がるよねとか思ったら、みんな別にただ儲けたいだけなんで、みんなそんななんかビットコインが素晴らしい仕組みなんだって思ってる人は全然マイノリティなんで、まあ、通貨発行権で非常に重要な仕組みであって、それって今まではその各国がこう持ってる中で、そのお金のね、あの量をコントロールすることで、まあ金融政策でこう制御できたわけじゃないですか。それが関係ないこうね、仮想通貨が出てきちゃうと結局金融政策でコントロールできなくなってきちゃうわけじゃないですか、まあ、そういうこともあって、実は仮想通貨って、まあ、世界のこう中央銀行界の中でも、まあ、結構問題になってますし、であとは特にあの中国みたいな一党独裁の国であれば、やっぱり何でもこうやっぱり管理したいってことになるんでしょうから、まあ、そういう面でもあまりね、そういったかあの関係ない仮想通貨が広がるのは良くないと、できるだけこうデジタル人民元にしたいと、まあ、いう意向が非常に強いんじゃないですかね、はい。